ロカス干渉は、南03度52分成形33度49分、南3.867度成形33.817度、マイナス3.867マイナス33.817に位置する大西洋上の干渉で、ブラジルのリオグランデド・ノルテ州に属している。火山活動に起源を持つ、サンゴ礁の織りなす地形である、ロカス島とも呼ばれる。楕円形の干は、 長さ3 7トル、幅2 5トルで、小湖は深さ6ル、面積は7.1平方キロメートルである。二つの小島部分の面積は0.36平方キロメートルで、ファロール海島はほぼ3分の2が砂利の地域である。海抜標高の最高地点は、ファロール海島南の砂丘で、高さは6ルである。どちらの小島も草や低木がよく茂っており、 ヤシの木も見られる。カニ、クモ、サソリ、砂のミ、カブトムシ、ゴキブリなどのほか、数多くの鳥類が生息している。ファロール海島の北端には灯台があり、ブラジルの沿岸警備隊が1960年以降、使用し、手入れもしている。そばには、1933年以降見捨てられた古い灯台もある。ロカス干は、ロカス干海洋生物保護として、 自然保護区になっており、2001年には同じく、大西洋上に浮かぶフェルナンドでのローニャ諸島の国立公園とともにユネスコの世界遺産に登録された。ロカス干賞海洋生物保護区の登録面積は3万2000ヘクタールである。多くのカメ、サメ、イルカ、鳥たちが生息している。主にサンゴと構想で構成されている干渉の間は、ほとんど閉じているが、北側に、 幅200メートルの水路が、西側にはもっと狭い水路が、それぞれ開いている。自然保護区とされているため、現在は科学的調査にのみ開かれている。もともと陸地から隔たった位置にあったことから、人の手によって荒らされることは、ほとんどなかった。反面、研究者にとってもアクセスの困難さが立ちはだかり、この干渉の研究が進まない理由にもなってきた。ただし、 昆虫の動物賞のみはすでに記録がなされている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。